て日本国歌です。 And now the national anthem of Japan.さあ、まもなく試合が始まります。パリオリンピック予選は9月30日今週土曜日から、今日を入れて調整期間はあと5日、試合で調整できるのは今日がラストです。津田さん、はい、今日の相手カナダの印象はいかがでしょうか。そうですね、非常に高さとパワーがあるチームなので、やはりこのパリ五輪予選を前に試金石としては非常にいいチームだなと思います。相手にとって不足なし。それでは日本のスターティングメンバーをご覧いただきましょう。今日司令塔は関田、アウトサイドヒッターは日本史上最高の逸材石川、対角には高橋藍です。ミドルブロッカーは小野寺、山内の2枚、オポジットは西田です。リベロは山本小川の友廣コンビ、監督はフィリップ・ブラン監督。津田さん、もう本番想定しっかりとメンバーも揃えてやってきました。そうですね、メダル取ったほぼベストメンバーでいけるとは思うんですけれども、やはり今の日本は誰が出ても強いチームではあるので、どんな選手が出ても期待したいですよね。本番と同じ会場、そしてお客さんを入れて本番さながらの空気で行われます。オリンピックへの切符は2枚、昨日女子はその切符を惜しくも逃しました。次は男子の番です。最終調整、対するカナダはこの後中国に行って中国ラウンドでオリンピックの切符を目指します。コート上スタメン、そしてリベロの選手が入ってきました。カナダは7番のマー、そしてその対角8番のローフキー、この両選手に注目です。スタメンの平均身長は7センチほどカナダの方が高いという中で、今ボールが入りました。カナダのセッター2番のヘアのサーブから始まります。まずは日本はサーブレシーブ、さあ試合が始まります。カナダとの国際強化試合、まずは第1セット、これをセッターに綺麗に返る、いきなりバックライトを使いますが、ここにブロック2枚ついてきました。そのまず入りとしては西田選手を使うというところでしたけども、やはりこのカナダの一番驚異的なところは高いブロックなんですよね。こう1対1になった時にやはりどう打っていくかというところを考えていかないと、エミューテンブロックに捕まってしまうので、早めにその感覚をつかみたいですよね。止めたのは80番のロープキー、今シーズンからイタリアセリエアモンツァで高橋藍と同じチームメイトになります。もともとこのポジションにはホーグっていう、キャプテンの選手、いわゆる安定した選手が入っているんですけど、このロープ選手に非常にこうパンチ力のある勢いのある選手なんですよね、なのでマーとロープキーでも勢いを持って日本を倒してやるという、そういう布陣ですよね。なるほど、両レフトがですからかなり攻撃力のある布陣になっています。さあ日本の関田のサーブ、これで前3枚です。バックアタックできた、ここはコンビを使ってきたからです。これは一つ気をつけなければいけない形です。やはりかなり高さもある分、今みたいにフリーにさせてしまうと、やはり当然ブロックが難しくなってくるので、やはりそこを崩すためのサーブっていうのは非常にキーになってきますよね。日本は S1、 このレセプションからちょっと攻撃は苦しいところですが、ライトからの石川です。今日1本目のスパイクが決まりました。石川
ですね、今も相手ブロッカーきちんとブロックマークついてきてるんですけど、ボール1個分ぐらいストレート空いてるんですよね、はい、それを見た上できちんとこうブロックアウトを狙っていってるので非常に冷静ですよね。その石川のサーブはネットにかかります。攻めていきたい伊藤というサーブがネットにかかりました。やはり試合序盤にサーブでどれだけ先に抜けれるかっていうのが今のバレーボール非常に重要になってくるので、はい、今言ったように石川選手も点数が取れる選手っていうのはどんどん攻めていきたいですよね。カナダはミドルブロッカーデミアネンコのサーブです。これをセッターに綺麗に返って、こちらもバックアタック石川祐希。海外の選手はミドルブロッカーもジャンプサーブ打ってきます。それを1本で切ったというのは大きいんじゃないでしょうか。そうですね、ただ今もう3枚来てますから、あー、このバックアタック、これだけ石川選手に対するマークの厚さっていうのはやっぱり徹底してますよね。次はセッターの関田がどういう選択をするか。さあ、非常にサーブの山内のサーブです。これはオーバーで拾ってセッターに返してバックアタック、ロッキー、これはアウトの判定です。今山内選手が後衛のロープという選手をサーブ狙ったんですよね、はい、で彼オーバーパスで取ったのでその分助走の距離が短かったんですよ。あ、そうですか。そのちょっとしたテンポの差で今アウトにつながっているので、この後の戦術サーブもいいですよね。日本初めてのブレイクポイント、これはマーが拾う、まだセッターには帰りません。ここはプッシュしてきます。繋がりませんでした。今サーブでは崩せてはいましたけれども、そうですね、やはりこの辺り崩した時のブロックっていうのは日本は非常に課題なんですよね。今西田選手だと思うんですけど、まあ、相手がプッシュしてきたので手を引こうかどうしようかで迷ったと思うんですけど、うん、まあ、しっかり前に抑えに行くっていうのをしていかないといけないですよね。またジャンプサーブが来ます。こちらオポジットのシュワルツ、ミドルを使って、これもブロックに合いますが、よく拾った山本、そして西田のフェイントです。さあ、チャンスボールが来る。西田にここは拾わされた形になりましたが、高橋藍のスパイク、これもクロスコース、いいディグを見せるカナダチーム。シュワルツのスパイク、これも上げています。さあ、ラリーになってこういうのを取っていきたい日本は高橋藍。うまいですね。やはり、まあ、こういうラリーを制することができるっていうのが今の日本の強さなんですよね、はい、しかも最後決めたのは決して 100% スパイクではないんですよね。ストレートが空いてるって思った時に6割7割の力で空いたコースを打っている、この辺り この冷静な判断というところも一つのこう大きな武器になってますよね。さあ、そして西田のサーブが来ます。これもネットにかかりました。このサーブというのはやっぱり会場によって非常に大きく変わってくるんですよね、はい、コースの高さであったり感覚であったり、そのあたりこうゲームの序盤特にその感覚をいかに早く掴むかというのが大事になってくるので、早めに修正していきたいですよね。試合でこの会場で使えるのは今日が最後ですから、そういったところも感覚を掴みながらという序盤になっていきそうです。これはいいサーブになった。ただこの中でミドルを使ってきました小原大地です。今も関田選手が一歩動かされる状態はあったんですけど、やはりもう今の日本からすると一歩動いてもほぼ A パスの状態のようにミドルが使えるんですよね。 そうですか、はい、それがやっぱり今の強みなので非常にいいコンビネーションでしたね。一本ミドルに上げてきた関田です。高橋のサーブ、これで石川祐希フロントバックアタック、ここに山本ストレートコース入っています。バックライトに上げる、こちらは石川ブロック3枚ついていますが、カナダブロック効果あり、そしてバックアタックが来る、バーのスパイク、山本を上げて速い展開から石川を押し込んでいく、またラリーになります。ジャンプトスから最後は小野寺、ラリーの中でもミドルを使ってくる日本、ここは相手のところに落とされてしまいました。このスパイクです。ただ今のラリーも非常に見応えがあったんですけど、特に山本選手ですね、シュワルツ選手のディフェンスをこうレフト側で1本上げたんですけど、はい、その次に真ん中に移動してるんですよね。うん、なので相手が打ってくる選手によってディフェンスポジションを瞬時に変えたりとかしているので、この辺りのこう柔軟性っていうのも非常に完成度高いですね。うん、さあ、序盤は一進一退の攻防、6対6。このサーブをネットにかかります。今日カナダも非常に粘り強くやってきてますから、やはりこの粘った展開になった時にいかに最後我慢しきれるかっていう、そういう勝負になってくるかもしれないですね。今日ここまで早くも2回長いラリーが展開されていました。
一つは取った日本ですが、次がラリーは取られた日本。ここはミドル、高さがあります。高さ世界だと標準ぐらいの高さなんです。そうですね、やはりこう日本の一つのこう穴といいますか、強化したいポイントとしては真ん中のクイックに対していかにブロック触っていくかというところ、特に A パスの状態の時ですよね。なのでその課題があるのに今石川選手もヘルプしに行きましたよね。これは石川やや崩されて、この中でミドル山内へ合わせてきます。関田です、打って返してくる。苦しいところ、これは返すだけになります。チャンスボール、カナダ、ロープキーレフトに開いて、ライトからはシュワルツというところ、もう一度ミドルが切ってきました。ここですよね、必ずこういった1対1の場面というのは出てくるんですよね、はい、この時にいかにこうミドルの1対1で勝負しきれるかというところも、これから日本が上を目指すためには必要になってくるポイントなので、この辺も今日の試合でどんどん見ていきたいですよね。世界の高さ、そしてパワー、速さを体験できる日本チームにとってはこれが本戦ラストチャンス。これは素晴らしい、バックアタックの下高橋藍です。いいですね、究極のオールラウンダー高橋藍。今のもクロス側にブロックがついてるって分かった中でストレート側に切ってますよね。よく見えてます。関田のサーブ、ローテ一周、これはしっかり崩してブロック3枚つけています。ここは打つコースを与えませんでした日本。ワンタッチがありましたね。あ、ワンタッチがありましたか、はい、まあ、今日あのチャレンジがないので、そうですね、今みたいにこうお互いペアにあのやってますよね。ブロック3枚、ただサーブで崩してついていきました日本です。さあ強いサーブがきます。ロッキーネットインになってサービスエースになりました。両チーム通じて初めてのサービスエースはカナダのロープキー。今のはおそらく山内選手があのできれば取りたいところではあるんですけど、まあ、ロープキー選手非常にサーブがいいので、はい、まあ、こういう押してくる攻めてくるサーブに対して全員が準備したいですよね。基本日本は3人でサーブレシーブ、前に落としてきた時だけミドルブロッカーが拾うという布陣ですが、ここは山内見事のターン打ちですが、これを上げています。丁寧に上げたファーストタッチが関田でした。奥を両手で押し込んできました石川です。はいですね、今の技術的にはどういうプレーになるんでしょうか。もう打てないって分かった中で、まあ、オーバーで返すんですけど、ただ最後のギリギリまで溜めてオーバーでも両手でこう押し込むような感じでスピードを変えてるんですよね。だから間を変えたことによってリベロが反応できなかったっていう。あ、そうですか。相手をよく見てますね。石川のサーブ今度は崩している。ブロック3枚、その上山本フライングレシーブですがわずかに及びませんでした。だからこの部分ですよね、サーブで崩したときに、まあ、3枚まではいけてるんですよね、はい、でそこに対してディフェンスフォーメーションどうしていくのか、あと相手がモーションが打てないって分かったときに誰が詰めていくのか、まあ、このあたりはこの試合で最終調整としては見ていきたいですよね。デミアネンコのサーブです。これはセッターに綺麗に返った。こうなるとミドル使えますが、西田これは高さがありました、今日西田1点目、はい、ただもう今関田選手ですよね、本当にもうギリギリ最後のギリギリまでクイックにテンポを合わせた中で最後の最後でライトに上げているので、もうミドルブロッカーが追いつけないんですね。そうなると、はい、こういう間を作れるセッターっていうのは非常に関田選手の武器ですよね。日本が世界に誇る司令塔です、関田誠大。これはサービスエースになりました。1本目のサービスエース、やはりこの山内に出ました。そうですね、あのアジア選手権でもあの7連続サービスエース取ったりとか、はい、サーブが徐々にこうパフォーマンスが上がってきているので日本の一つの武器になってますよね。高校時代から変わらないこのフローターサーブですが、その威力は増していっています。これは高さがありました。16番のシュリッツァーです。まあ、ヨーロッパの国もしくはあの南米中南米の国っていうのはあのやはりこうチャンスがあればもう必ず真ん中で来てくるんですよね、はい、パスが返った時にいかにそのコミットブロックでプレッシャーをかけていくかっていうことも非常に大事になってくるので、高さ的にあれ止めるっていうのはやっぱり難しいですか。そうですね、コースを限定するっていうのは一つの選択肢かもしれないですね。こちらもミドルで来ています。ただまあ今の日本も同じようなヨーロッパに近いようなバレーボールができているんですよ。パスが返れば真ん中が使えるというこのオプションが今すごくあるので、相手のブロッカーからしてもマークがつきづらいですよね。ここは小野寺の B クイックに合わせてきました。さあそして同点に追いついたところで西田のサーブ、
ところ奥を狙っていきます。いいですね、日本2本目のサービスです。まあ、先ほど1本目が少し、ね、トスが低くてネットにかかったっていうところから、まあ、少し感覚を確かめるために8割ぐらいのサーブで打ったんですよね。はい、ただ打つだけじゃなくて、あのアウトサイドっていうのは間を狙っているので今のミスを誘いましたよね。日本が狙っているところ、その人と人の間というところ、決めていった西田のサーブポイント、今度は少し強度を上げて打ってきた。これはセッターに返る。あ、これはブロック吸い込み惜しいところでした。あの高さのギャップっていうところが、あの関田選手とこのまあ2メートルのマー選手、ここの高さのギャップが生まれるので、はい、相手セッターがそのギャップをついてきますよね。そこに対しても日本の選手としてどう対応していくのかっていうところも一つのキーにはなってくるので、早めに対応したいですね。やはり日本陣営としても関田の上から打たれることが多いんだというふうに話していました。このマーのサーブはアウトになっています。まあ、今日のカナダ決してあのレセプションがサーブレシーブがいい布陣ではないので、はい、うまく相手を動かしてあのプレッシャーかけていけばおそらく崩れてくれると思うんですよね。今日は攻撃的な布陣で第1セットを迎えているカナダ。高橋のサーブ、これは綺麗にセッター変えてバックアタックだ。山本コースにも入っていましたが上げ切れませんでした。やはりこう山本選手、リベロがストレート側にいるっていう信頼感から、はい、もう石川選手もストレートを開けてるんですよね。ここまで普通は締めるんですよ ね, すね、はい、普通は締めるんですけど、リベロ山本がいるからこそ上げるという選択肢ができるので、それだけの信頼感があるということですよね。一人一人がこう全員を信頼し合って今のチームがあるということです ね, ですね。このサーブはどうか、入っています。サービスエース、これはいいサーブになりました。石川選手と山本選手の間ですよね。まあ、本当にちょうど間なので、今もう取られてすぐ2人コミュニケーション取ってますよね。なのでこういうコミュニケーションでこう調整していくというのが大事なので、まあ、連続はないんじゃないかなと思いますね。ちょっと石川が右に寄ったでしょうか。山本が前に出てくる。その山本が拾います。低いトスアップで西田返ってきますが、もう一度作っていく。石川のスパイクもブロック。これも山本コースにしっかり入っていて、もう一度石川のスパイクはアウトです。初めての3連続ポイント。カナダここで日本タイムアウト要求です。タイムアウトありました。日本1回目のタイムアウト、タイムアウトバイチームジャパン、フロースタイムアウト。いや素晴らしい試合です。皆さん両チーム要求発表。シティラシュプレッツにパラレルされちゃったな。素晴らしい。セインフォーユーラインイズオープン。ディストメンジュアスパイキング6。You have to expect more? Yes, you have to just look more for this. Okay? A little bit more speed with the float. They should be back receivers, this one. Okay? And we have to switch sometime with the guitar float with Shah. Switching the position. Okay? さん、ここでの指示というのは。そうですね、まずフローター時にもう少し速いサーブを打てというシーンが出たのと、先ほど関田が上からやられてましたけど、はい、あのローテーション相手オポジットがバックにいるんですよね。相手オポジットがバックにいるときは関田とレフトの選手ブロックチェンジしろという指示も出てたので、なるほど、まあ、そういうところでうまくこうギャップを埋めるっていう、そういう指示は出てましたね。かなり具体的な指示が飛んでいました。日本の監督はフィリップ・ブラン。これはアタックラインまで関田動かされて、ブロックはアウトです。日本のポイントです。まあ、なんとかブロックアウトを取ったっていうような印象なので、まあ、今日非常に相手のこのカナダのブロックっていうのが特にこうスパイカー陣に対してうまくつけてますよね、はい、まあ、簡単には通らないので、先ほどにこうフォローしっかり入って何度も何度も攻めていくっていう、そういう展開が大事になってくると思います。高さのある世界に対してはそういう戦い方が必要になってきます。日本バックアタック、カナダの点取りやマーのスパイクが決まっています。まあ、後衛の選手にきちんとサーブを打てているので、あのプレッシャーはかかっていると思います、はい、カナダ2ポイントのリード。これをネットにかかりました。中盤から終盤に入っていきます。でもここからやはりまず起点としてはやっぱサーブを起点に相手のトラブルをいかに起こすかというところなので、どこを攻めてくるかというのを見ていきたいですね。ここはマーに取らせてブロック。
本今日1本目のブロックポイント。素晴らしいね。最後の最後でこうクロスが締めてるんですけど、ここたとえ A パスが入っても1対1でブロックできる、勝負ができるというのは非常に強みなんですよね。こう石川選手がいるから今山内選手が真ん中の選手にコミットできているので。あ、なるほど。でこの個の力というのは確実についてきてますね。パリオリンピックでのメダルを目指しています。ネーションズリーグでは主要国際大会46年ぶりのメダル、銅メダルを獲得。来年に迫ったオリンピックへ、まずは切符を取るための戦いが土曜日から始まる日本です。今のはオプションだと思いますね。もうや、石川選手の前にもミドルが行ったので、はい、それを任せて山内選手がレフトに走るっていう、そういうオプションでやってましたよね。ロッキーのサーブ、今度はフローターで打ってきた。ここは西田がレフトからという日本の布陣ですが、ここもすごいスパイクが日本コートに突き刺さっています。やはりこの1対1の勝負になってくると、やっぱり高さ的に分は悪くなってくるので、やっぱりいかに相手の状態を崩していくかっていう、それを日本で仕掛けていかないといけないので、先手先手でいかないといけないですね。これはセッターやや低いレシーブになりましたが、しっかり得点につなげています。今のもセッター非常にいいトスでした。ただまあこの辺が山内選手のこう成長で、もうブロックがついてくるものだと思って来たとしても決めきれる、はい、今もブロックが来た上で長めに強く打ってるんですよね。だからこういうブロックアウトを狙いに行くスパイクも打てるようになったっていうところが、この山内選手の成長ですよね。さあ1点差追いつきたい日本、石川祐希のサーブ。これはいいサーブになった。サーブロック3枚つけて、山本がそれをしっかり拾う。そして高橋はブロック。ここですよね。非常につなぎまでは良かった中で、やっぱもう今目の前がシュワルツ選手で一番身長が高い選手ですから、はい、まあ、それとブロックアウト狙いに行こうとは多分したんだと思うんですけど、そこをリスクを取りに行くのか、一度ワンクッション挟むのかっていう、ここの状況判断も非常に大事になってくるんですよね。シュワルツは身長が202m9cm。 ミドルで来ています。やはりこのサイドの選手が止められた後に真ん中で切っていけるっていうのは、非常に選手心理としても楽になるんですよね。このあたりも関田選手は明らかにこう考えた上で組み立てしてますよね。さあ先ほどサーブポイントがあった山内、ブロックを狙ってくる。ここもオーバーでロッキーに取らせて、今度はミドルがつながっている。西田しっかり打って返していきます。で打ってきた。このレシーブはアウトになっています。ここは取っていきたいという1点をカナダに取られました。ただ前石川選手非常にいいポジショニングしてますよね。1本目 のクイックの反応にしても、打つ瞬間に半歩右に入ってるんですよね。相手のコースをきちんと頭に入っているという証拠ですよね。そうですか。かなり高度なことがこのコートで行われています。これは石川崩されて西田がよくつないだ。さあ日本こういう1点大事にしたいところ、そこを上回ってきました。カナダです。相手のセッターのヘア選手も冷静ですよね。ただまあこういうファイトっていうのは非常にチームを勢いづけるので、これをきっかけにまた次の点数につなげていきたいですね。3点差ついたところ、日本このセットタイムアウトを使い切りました。The main solution you have to find is about transition. They close very well on the side. They have a good aggressive. So one solution is also to play and block out a little bit more. If we are, you have difficulty, hit on the block, keep one. Where you score the most is 5 and 3. Okay? About serve. Worst receiver is number 18. So target him. Hey, let's keep. Okay? There we go. まずはここはスパイカーへの指示だったでしょうか。そうですね、やはりトランジションという、こっちにこうラリーがラリー中の時のスパイクっていうのの決定率が今下がっているので、やっぱり当然相手ブロックが高くくるんですけど、ブロックアウト取るかリバウンド取るか、
その選択肢を取っていけという話をしていたのと、意外だったのがこのサーブの狙い目18番リベロを狙っていけという話をしていたので、そうですか、はい、彼が一番ワーストレシーバーだと言ってましたね。これは高橋しっかり A パス返して自ら打っていきます。ここはしっかりと落としていきました。タイムアウト明け最初のポイントを取っている日本です。はいですね、このタイム明けの時にこう状態が悪い時にうまくソリューションを探していけっていう話をしてたんですけど、やっぱりその指示が出てすぐこの選択を取れるっていうところ、このあたりもこう日本のこの技術力の高さっていうのをこう象徴してますよね。さあここで選手が変わります。西浦が入ってきました。選手に変えて西浦です。ここはブロック高くしようというところ。そうですね、まあ、2枚替えだとは思うんですけど、宮浦です、はい、宮浦が入ったことによってもう一度こうきっかけをつかみたいということですね。さあまずはサーブで攻めたい西田。いいサーブになった。ダイレクトで返ってくる。ここは石川が出て宮浦ですが、これはブロックポイントになりました。惜しいプレーでした。やはりここですよね。今セッターがいない状態で、まあ、石川選手セッターの代わり入ってたんですけど、少しこう状態が悪いときに無理に打ちに行ってしまうと相手のブロッカーに捕まってしまうんですよね。ここをいかに我慢して自分たちの状態がいいところまで持っていけるかっていうところ、ここは今今日の試合1セット目特にそうですよ。攻め急いでる感じがやっぱり少しあるので、そうですか、はい、そこを一度冷静にこうワンクッション自分たちでテンポを置くっていうことも必要になってくるかもしれないですね。そしてここで両チームセッターが変わっています。日本は23歳若い山本、山本龍。さあここはミドルに預けてくる。ロープキー後ろからから難しいボールブロックチャンスの日本ですが、これブロックアウトです。セットポイントカナダ。今これ日本がやりたいこと今カナダがやってますよね。こう3枚ブロックした時にストロート側に逃げるであったりとか、相手のミドルに対してきちんとタッチを取ってレシーブつないでいくであったりとか、まあ、少し今その辺のパフォーマンスがカナダが有利なので何かきっかけつかみたいですね。セットポイントのカナダ4点差。マーはサーブで攻めてきます。このサーブアウトです。そしてセッターヘアに戻します。カナダ、日本のセッター山本龍は代表招集1ヶ月半という選手。第1セット最後は高橋藍のサーブがネットにかかってサーブミスになりました。第1セット25対21、カナダが先取しています。さあ第一セットの方盛り上がりましたね。皆様声がガンガン聞こえておりました。中でねちっちゃいお子ちゃんがガンガンってとか聞こえてましたからね、素晴らしかったです。子供たちも盛り上がってる。子供たちに大きな拍手。さあ第2セットの前に皆さんいろんな応援グッズ自分たちで用意してるの見えてましたよ。ですのでビッグスクリーンに映ったらみんなが応援してる応援グッズ使ってもっともっと熱くしていきましょう。なので皆さん応援グッズご自慢タイム。さあ最初の時間、おおすごい、いいですね。絶対髪のお手伝いしかもね、宮本お姉ちゃんの笑顔が残してゴートゥーパリス、素晴らしい拍手。さあみんな、いかがこぎる拍手に、かわいいのが出てきた。
し、多分これでね、すごくいい歯型になると思う。これで歯並びすごく良くなると思う。はい、お、いい、お、宮原選手が、いいですね、石川選手が、もうね、名字なんで名前で、楽しく出てます、素晴らしいですね。あ、上見えちゃったね、大好き、元気だなって、素晴らしい、ありがとう、拍手。そして下に映ってて、本社さんも見えてるよ、見えてくれてありがとう。イエーイ、2セット目が始まります。小野寺のサーブはこれはいきなり崩している。ブロック2枚です。さあ関田は今度はバックライト1本目、これは落ちています。第1セットと同じような点の取られ方でした。さあ福田さん、第1セット1本落としましたけれども、どう振り返りますか。そうですね、まあ、まずカナダのパフォーマンスが非常にいいなというのと、特にブロックですよね。あの両サイドに対するブロックのつく方っていうのは非常に徹底しているので、やっぱりそこに対してこうスパイカー陣が安易に打ちに行ってしまうと、みんなでスパイクブロックかかってしまうので、そこの工夫はもう一つ必要になってくるかもしれないですね。ミドルからの攻撃は非常に効いている感じがあります。ですね、4タイムスですよね。4回触ったっていう反則だったと思うんですけど、チャレンジありませんから、日本チームが自ら申告してカナダのポイントになっています。これをセッターに綺麗に返った。こうなると誰でも使える。もう一度西田ストレート。2021年2022年シーズンはイタリアリーグに挑戦、その後体調不良などもあって満足のいくシーズンもなかったこの西田ですが、やっぱり日本にはこの西田が必要です。セッターのサーブ、これは少しタイミングが合いませんでした。シュワルツのスパイクです。
今のカナダが S1 ローテーションといって4ポジション選手がレフト側に来るポジションなんですけど、まあ、基本的にはこのポジションというのはトラブルが起きやすいローテーションであるので、はい、うまく今みたいに崩していきたいですよね。これもやや乱して指先、高橋が最後返していきます。じゃあ3、さあチャンスボールです。カナダミドルから来ましたが、これはアウトになっている。日本今日初めての3連続ポイント。助かりましたね。ここまでは決まっていたカナダのミドルブロッカー陣のスパイクですが、ここはアウトになりました。やはりこう1セット目思ってたよりサーブで崩せなかったんですよね、はい、そのあたりがこうカナダのリズムを良くさせてたので、こ う, うまくこうサーブで工夫をして崩していきたいところでありますよね。そのあたりはやはりこの慣れない体育館での戦い、このスパイクもアウトになっています。基本的にこのオポジットの選手っていうのは6ローテあるうちに1回しかレフトで打つ機会がないんですよね、はい、なのでオポジットの選手でレフト打ちが苦手っていう選手は結構多いんですよ。なのでそこが一つ穴になってくるので、その分ロプキー選手今サーブ狙ってますよね。彼にプレッシャーを与えてということですね。ここはミドルブロック、ここはミドルを止めて5連続ポイント。日本止めましたよ。そうですね、だからその関田選手のサーブからですよね。ロッキー選手にプレッシャーを与えた中で1枚助走を遅らせて石川選手がこうヘルピックで、ああそう、石川選手が今止めてるんですよね。戦術ですね。さあカナダ今日最初のタイムアウトを使います。このセット2点先制された日本ですが、そこから関田のサーブから5連続ポイントで逆転。日本はこうブロックの高さで勝てない分、やっぱチームとして今サーブとブロックこの連動というのが非常に大事になってくるんですよね。そういう意味でサーブターゲットをしっかり狙った上でブロックどこをマークするのか、そのあたりの動きが今しっかりできてますよね。さあこのサーブはどうするか、もう一度ロープキーに取らせる。さあミドルで来るか、今度はシュワルツ、ここは決め切っています。シュワルツです。さあ対する日本ですが、日本もここは S1 のローテーションですから、西田がレフトから、石川がフロントのライトからの攻撃になります。ネットインになる。ここは真ん中、やや苦しいローテーションは真ん中ミドルで切ってきました。ですね、完璧な攻撃でしたね。2枚ついてるんですけどね。ただこの先ほど言ったこう S1 ローテーション一番トラブルが起きやすいんですけど、それを真ん中で切れるというのは非常に楽ですよね。いい攻撃を見せました。そして石川のサーブです。これは入れてきたサーブになって、ここは時間差、これを上げた山本、やや低いトスを打ち切った石川です。ブロック3枚、あっと一歩及びませんでした。ただ相手もリズムを変えていろいろやってきますよね。プッシュしたり、最後のマー選手ももう6割ぐらいで空いてるコースになってますよね。これやっぱり石川としてもタイミングが合わなかった。そうですね、はい、西田選手も上から来るだろうというところで一歩ストレート側に寄ってたんですよね。このサーブは絶対に綺麗に返って、ここをミドルで来る山内。西田が上げる、西田が開いている、高橋ランインナー、マーが入っています。そのマーが打ってきます。ブロック3枚のところ、これもつなぐつなぐ。さあこのように取りたいぞ日本。このスパイクは決まっています。いやー粘りを見せた日本。そうですね、なんとか粘って粘ってっていうところではあるんですけど、やはりこうマー選手中心にカナダが非常に冷静な試合運びしてますよね。抑えるところはしっかり抑えた上で最後フィニッシュに持っていくっていう形ができているので、まあ、こういうリズムよくできている相手に何でリズムを狂わしていくのかっていうところは一つキーになってくるので、もうそれはサーブなのかブロックなのか、まあ、そのあたりこう何かきっかけをつかむようなプレーが一本欲しいですよね。デミアレンコのサーブはネットにかかります。日本同点は許しませんでした。このプレーの合間も選手が
このようにコートで話し合っています。さあそしてサーブのいい山内、ここに来てまた強度を上げてきたこのサーブ。いいサーブになった、崩している。さあブロックチャンス、ブロックの上、これはアウトです。しっかりサーブで攻めて、ここまで決まっていたバーのスパイクアウトにさせました。いいですね、この辺りは非常にうまくプレッシャーかけれてますよね。西田、小野寺、高橋藍という3枚のブロックでした。さあ山内のサーブが続きます。少しずつ慣れてきたか、ここも崩している。アンダーゼロとサーブ、つなぎきれませんでした。それとはもう今のはもう高橋藍選手も石川選手もプッシュが来るって分かったように2人とも詰めてるんですよね、はい、なので詰めた2人とも分かりきった上で少しお見合いしてしまったというところなので、もうこれは仕方ないですよね。このサーブは綺麗に返した高橋、そしてリークイック本当にこの高橋藍選手のサーブレシーブというのはもう素晴らしいですよね。体をしっかり入れた中で完璧なパスを返している、やっぱりそこから今のこの速い攻撃の起点が生まれているので、やっぱり彼がいることの存在感というのは非常に大きいですね。スパイク、サーブ、レシーブ全てにおいてチームには欠かせない選手。西田のサーブ、だんだんと西田のサーブの強度も上がってきました。これはまあブロックの上です。関田のブロックのところ、そうです、ね、今ブロックチェンジをしてたんですよね。小野寺選手がストレートが関田選手のところを狙っているのを今チェンジしたんですよね、はい、ただ冷静にマーがこう関田選手がクロスにいるというのが分かってクロスに打ち返ってますよね。こちらが対策をすれば相手もそれをまた上回ってきます。これが国際大会、ただまあ決まったことよりもこういう仕掛けをしているよっていうのを相手に見せるっていうことが大事なので、入れ替わることがあるよという、この辺の関っていうのが後々に効いてくるので、積極的に今みたいにどんどん仕掛けていくべきだと思いますね。さあそして高橋藍のサーブです。石川祐希フロント、これは前に落としてきた、ただセッターに綺麗に返ってバックアタックバー、わーこれは西田を惜しいリングでした。ただまあ今もあの高橋選手がショートサーブでバックアタックを潰すようなショートサーブ打ってるんですよね、はい、リベロがうまくそれをカバーして上げてますけど、あの攻め方としてはあの合ってるんですよね。日本もいろんな攻撃をカナダ相手に仕掛けてきています。ミドルシュリッツァーのサーブ、これはやセッター動かされてこうなると石川の力に頼りたいところですが、ここはブロックに合いました。ブロックの寄りが非常にいいですよね今日カナダので、特にこのサイドの選手、今のローフチン選手ですかね、この辺り の, このブロック力というのは今日非常にいいので、ちょっと注意したいところですよね。カナダチームはこれで今日ブロック5本目、まずはサーブレシーブ返していきたいところ。山本綺麗にセッターに返して西田のスパイク、これを上げている。ブロックワンタッチかけてカナダがしっかりとそれを得点にしました。10対10同点。いや、カナダが本当に仕掛けてきてますね。先ほど石川選手にローピーを当ててたんですよ、はい、でギリギリまでもう一回石川選手行くよと見せかけてライトにもう一度戻ってたので、その辺セッターとの駆け引きですよね。あ、なるほど、高度すぎるバレーが繰り広げられています。さあ日本このセット最初のタイムアウトです。We have to, you have to move back our defense. Everyone moving back. Okay? Quick, side, back. Because they hit everything on the top. On the bottom. ちょっとディフェンス下がり気味で、ディフェンス下がって。And when the situation is not good, set is not good, they push. They keep, they control. プッシュかるからそれ後から入って。いいよ。ディフェンスが少し下がってという声が聞こえてきました。そうですね、マー選手のスパイクだったり、あのミドル選手のスパイク見ても全てエンド側、後ろの線のところを狙ってきてるんですよね。なのでまずその一番速い球を抑えようっていう、そこからプッシュとかペイントとかしてくるんですけど、それはもう自分たちがモーションを見て反応していこうという、そういう指示ですよね。ここはディフェンス少し下げようという日本。
まずはサーブレシーブ、今日カナダのマーはここまで10得点。バックアタック高さがありましたが、また取りました。ありませんでした。アウトです。カナダのポイント、4連続ポイントでカナダ逆転。非常にテンポはいいんですけど、やはりこうどこかカナダのプレッシャーに押されているっていう、そういう見えないプレッシャーが多分かかっていると思うんですよね。そのちょっとした焦りみたいなものが今のミスにつながってくるので、もう一度こう自分たちのリズムに持っていきたいですよね。センターに綺麗に返った。そして小野寺、これはダイレクトで返ってきます。もう一度ミドルも使えるところですが、今度はその奥、石川祐希。今の日本、関田の選択はいかがでしょうか。そうですね、やはりここもこのもう1点行かれると、先ほどの1セット目の勢いのようにカナダに抜かれてしまうっていう、そういうシチュエーションでもあったんですけど、はい、でそこを絶対逃さない、やっぱりこの石川選手 の勝負感というか試合感というのはやはり効いてますよね。11対11、小野寺のサーブ。さあ日本はディフェンス下げていこうという、先ほどタイムアウトの時のブラン監督からの指示でした。さあこのとパワースパイクが来る。ここはブロックアウトです。もう徹底して関田選手とのギャップのところついてきてますよね。セッターにこれは A パス返って山内です。ここはまだ空いています。今日試合を通して真ん中は非常によく通ってるんですよね。ミドルの決定率は非常に高いと思うんですけど、逆にアウトサイドの選手にそれだけマークがいっているということだと思うので、なるほど、はい、このあたりもどう使っていくかですよね。チャンスがあれば真ん中クイックパイプっていうのを主軸にしてみるというのもいいかもしれないですね。さあそして先ほど4連続ポイントがあった関田のサーブ、ブロック。ここで出ました、日本。やはりまあここぞのポイント、必ず石川選手が絡んできますよね。これが石川祐希の勝負感、試合根性。さあまた関田のサーブが続きます。これも崩している、完全に崩した。山本、関田、バックアタックだ。ああこれはわずかにアウトになりました。ただまあ攻め方はもう完璧ですよね。今みたいにサイドにやっぱり走っている中で真ん中をどんどん使っていくっていう、ブラン監督も今グッドサイン出してたので、これはまあ仕方ないですよね。次ですよね。ロッキーのサーブはネットにかかっています。やはりこう攻撃的な布陣で来ているカナダに対して、まだサーブで崩しきるっていう場面がもう少しあってもいいかなという気がするので、そうですか、石川選手あたりはそのあたりこうギアを開けてくるんじゃないかなと思いますね。ここは強打のサーブで来る。これは崩して、さあブロックは仕掛けますが、その後です。だんだんただ日本としてもいい形が増えてきました。そうですね、サーブのスピードもどんどん上がってきてますし、プレッシャーを与えられていると思うので、ただ今マー選手だったり当たっている選手が今まだカナダにはいるので、はい、そこを少しでも抑えていくというところ、まあ、そのあたりですよね。まあ対角のロープキー、このあたりはまだ当たっています。カナダここは早い展開、ダイレクトで返ってきます。もう一度レフト高橋ラン、決め切りました。ここはセッター関田もガッツポーズ。そうですね、やはりこのラリーの早い展開にすればするほど、このミドルブロッカーが遅れてくるんですよね、はい、戻ってまたサイド飛びに行かないといけないし、この 0. 何秒の遅れのところでタッチを狙いに行くのかで、今のは非常に理想的な展開ですよね。高橋ランはこのセットこれが1得点目。サーブも山内ネットにかかります。それだけやはりサイドが苦しめられているということですよね、カナダのブロックに対して。サーブレシーブ日本しっかり返せばミドルはまだ通っています。今前は小野寺、サーブレシーブやや崩されますが、西田これはよく上げました。そしてマーのスパイク、山本、素
スーパーレシーブが出た。さあネットに近いダイレクトで返っていく。あっとセンターラインを越えてしまいました高橋です。ネットタッチですか。そうですね。ただまあ山本選手が非常にこうディープなところでマー選手の得意なコースを防いでいたので、今みたいにこうブロックで止められないならレシーブでプレッシャーをかけていくというのが一つの選択肢なので、まあそういう意味ではこの山本選手の存在というのは非常に効いてくると思いますね。じわりじわり日本のやりたいバレー、やりたい形を作り出しています。これをサーブで崩された。あとここは西田がよく反応。そしてバックアタックストレート、強烈なスパイクでした。3連続ポイントからだ。これが世界の高さとスピード。日本2回目のタイムアウトです。でもヨーキさん今のいいよな。別に上げてていいっすよ。Guys, about serve, about serve. Libero is taking pretty a lot of ball with the turn. You try to avoid him. And number 18, you try to avoid that he receive overhead. More reception. Ah, down. Watch this. Okay, go. カナダ3連続ポイント、日本に2点の差をつけています。追いかける日本、タイムアウト明け、まずはサーブレシーブ。高橋がレフト側、ライト側にリベロの山本、真ん中石川、ここはネットに決めてきました。先ほど改めてこうタイム中にサーブの狙いどころの指示というのがしっかりできたので、やはりこう日本としてももう少しサーブで崩したいなというところの、求める要素というのがあるんだと思いますね。少しずつ日本チームもこのコートに慣れてきました。サーブの強度も上がってきています。その中で迎える西田のサーブ、これは崩した。ワンタッチ効果あり、回り込んでいく。バックアタック西田、これはネット上押し合いになります。オーバーネットがありました。これで同点17対17。さあ西田のサーブからブレイク。これはダイレクトで返ってくる。関田がファーストタッチ、石川を上げてもう一度西田のスパイク。3連続ポイント。さあ西田のサーブが走り始めましたですね。やはりこう日本のこの起点というのはやはりサーブから生まれてくるので、やっぱこういう風にサーブできちんと崩せていければ今みたいないい展開に持ってきますよね。日本が一歩前に出たところ、カナダたまらずタイムアウト要求です。Stay further, right, left. Take your time in service when we are going, okay? And play both defense, okay? Come on. This side up, okay? Go. One, two, better. Any defense on missing the block is good. さあ日本18対17逆転。西田のサーブから3連続ポイント。少しずつやはりこう日本の欲しい展開というところに持ってきてますよね。わずかにアウトでした。エンドラインいっぱい。ここで選手を変えてくるカナダです。ここでホーグが入ってきました。そしてセッターは8番のウォルシュ。
カナダからすると少しサーブ数が増えてきているというところ、まあ、先ほどタイムで言ってましたけど、ええ、そこでまあこの終盤にかけてサーブの重要性をもう一度仕掛けてくるというところですよね。リオ東京と2大会オリンピックに出場したベテランホーグ、このチームのキャプテンです。ここは西田のバックライトのスパイク。いや西田調子出てきました。そうですね、ずっとこうテンポが合わなかったのか少し下に打ち下ろすようなシーンがあったんですけど、今みたいにこう球足長く強く打つというのが本来の西田選手のパフォーマンスなのでいい状態になってきているところですよね。そして日本は2枚替えです。宮浦、そしてセッター山本に交代。このパリ五輪予選でもこの2枚替えというのは非常に重要なあの戦術になってくると思うので、こういう本番さながらの状況の中でいかにパフォーマンス出せるかというところを見たいですよね。セッターの山本はこの3月に大学を卒業したばかり、代表に招集されてわずか1ヶ月半。高橋のサーブアウトになっています。まあ、今ギアを上げて思ってリスク取ってきましたよね。まあ、こういう気持ちも非常に大事だと思います。19対19です。さあ2セット目終盤、高橋やや動かされた山本、ここは少しタイミングをずらしていきたい石川です。今度は宮浦のスパイク、レフトからライトから全てブロックにかける。体のブロッカー陣、宮浦ここは押し込んでいきました。ブロックが来ているところ、やはりこの辺りこうずっとコートの外から彼はプレーを見てたと思うので、はい、今みたいにカナダのブロックがどうついているのかっていうのが頭に入っているんですよね。なのでトランジションでずっとこうラリー中のスパイクで苦しめられてたっていう中で、あのフェイントを選択できるっていうのはしっかりゲームの外からもしっかり見てたってことですよね。さあそして日本は今日が20歳の誕生日、甲斐優斗投入。パリオリンピックへのラストピース、いいサーブになった、どうか。あー、わずかにアウトだ。いやー、チャレンジしたい球でしたけどねいいところにサーブしましたね。今日が20歳の誕生日、甲斐のサーブ、あー本人は笑顔も見えています。この代々木でプレーするのは初めてという回です。さあそして日本は宮浦がサーブに下がります。昨シーズンポーランドリーグに挑戦、世界ランキング1位のポーランド国内リーグ、そこで自らを磨いてこの日本に帰ってきました。これはセッターに綺麗に返したバックアタックバー、ここはサイドアウト1本で切られています。そうですね、あれもヘア選手のトスワークというのは今非常にいいですよね。うまくあの S1 ローテーションでもあのトラブル起きている中でやっぱり調子のいい選手を使ってきますよね。ここでセッターセッターを戻します。スパイクスタイスパイクスタイスゴール。ここはブロックポイント、ブレイクポイントからだ。いや、 やはりサイドのこうブロックに苦しめられてますよね。ここもマーの手がこれだけ出ています。そうですね、石川でも超えられない今日のカナダサイドのブロッカー陣の高さです。ここはミドル、ここは通ります。この辺の切り替えも関田選手らしいですよね。もうサイドがこうちょっと苦しんでいる中で真ん中通っている真ん中を選択するっていうところ、まあ、ここはだからミドルが武器になってきているっていうことも証明している象徴的なシーンですよね。さあ同点に追いついて石川のサーブ、ここも思い切り打ってきた、いいサーブになっている。これは返ってきたぞ、勝ったのはです。やはりこういいプレーは非常に多く出てるんですよ。
たくさん日本らしいプレーは出てるんですけど、ただそれが今つながってこないんですよね。一つ一つのプレーが単発でいいプレーが出ているだけで、まあ、バレーボールってこうつなぎのスポーツってよく言われるんですけど、こういうワンプレーワンプレーをつないで点数を取っていくので、そこのつなぎの部分というのをもう一度再度徹底したいですよね。3点目が体に入っています。このセットは少しカナダチームのサーブミスが多いという。そうですね、監督の表情を見てもこうなんとかサーブミスを減らすためにメンバーチェンジしたりとかいろいろ入れてるんですけど、それがうまく回らないという中で、だからこういう流れが止まっている時はスケール式なので今ですね、はい、そしてサーブの山内これはセッターに綺麗に返った。コンビを使ってきました。さあセットポイントに行ったのはカナダ。いやもう徹底してまあですね、本当ですね、はい、さらにサーブのイシュワルツがサーブです。日本はここサイドアウトで同点に追いつくしかありません。ここや入れてきた、少し動かされた結果石田のスパイクダイレクトで返してきます。真ん中同点ですね。本当に今日はミドルが躍動してますよね。これだけ両ミドルが決めてくれると楽なことないですよね。同点に追いついた日本、先ほど3連続ポイントがありました。西田のサーブ、このセットの勝負どころ、思い切り打ってきた、いいサーブになった。ブロック3枚拾った山本、そして西田のスパイク。場内すごい歓声です。ワンタッチありました。いやなんとかうまく決めましたね。今トス上げたのが石川選手ですからね。そうですね。さあセットポイントを握り返した日本。少しカナダチームのコートに汗が落ちて、それをモッパーが拭いています。まあこういう緊張感のある場面で今みたいにこうベストサーブを打っていけるっていうのは、やはりこうパリ五輪予選前にして非常に選手にとってもこうパフォーマンスが上がってきているといういいポイントですよね。この会場にも慣れてきました日本代表。いいサーブになった、ダイレクトで返ってきた。あとちょっと高いがワンハンドできたが壊れた。バックアタックが来る、シュートだ。逆転で取り返した日本、26対24、セットカウント1対1です。高橋
って振っちゃって振っちゃって、そう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 、いいね、元気だね、ありがとう。そして角っこのお子ちゃま寝ちゃってるね、いいよ寝といていいよ、大丈夫、 ぐっすり寝といて、あ、お母さんありがとうね、大物だね、こんな大きい音でも寝てるの素晴らしい、拍手。いいね、お、いいねいいね、やっほー、手振ってくれるかな、イエー、楽しんでる、楽しんでる、お、みんな元気くれてありがとう、この後の応援もよろしく。お、かわいいお嬢ちゃんいるね、こんにちは、あ、ちょっと恥ずかしがってるかな、いいよいいよ、応援よろしくね、イエー。分かってる子供たち、この曲が流れてるってことは踊らなきゃいけないよね、さあ、子供踊りを守る人たちはしっかり踊ってビッグスクリーンに目立っちゃってね、いくよ、もう子供たち初めて行くんだね、踊ってみても踊っちゃったね、踊ってる踊り素晴らしい、おい、さあ逆転で第2セットを取った日本、セットカウント1対1で第3セットが始まります。まずは石川のポイントでこの第3セットはスタートしましたが、日本はメンバーを変えてきました。ミドルブロッカー小野寺の対角には高橋健太郎、セッターは先ほどから途中交代があります山本龍です。さらにリベロは小川に変わっています。さあ変わった高橋健太郎は今日初めてのフロントダイレクトスパイク、山本がファーストダッチ、ファーストセットが出た、ただブロックポイント、その前にホイッスルです。タッチネットがありましたね、ただ見せるプレーでしたね。そうですね、ここは高橋藍のフェイクセットから宮浦のスパイク、相手のタッチネットを誘っています。これは日本が一つ得意にしている攻撃です。これが2ポイント先取というところでミドルを使ってきました。さあ日本としては現在
まあ、これ練習試合ですから15人ベンチに入っていますが、本戦は14人、さらにオリンピック12人、ここからまた選手が絞られていきます。そうですね、一戦一戦が非常に大事なアピールの場になってきますし、やはりこうパリ五輪予選でも本当に総力戦になるのは間違いないので、はい、やはり女子もこう最後まで全員で戦ってたのと同じように誰が出ても活躍できるチームというか、やはり強いチームなので、今変わって入った選手のパフォーマンスというのも注目して見ていきたいですよね。このセットから投入の高橋健太郎は、無理やりにでもテンションを上げて試合に入っていきたい、僕は途中から出ることが多いのでというふうに話していました。ここは宮浦の強烈なスパイクが決まっています。ブラン監督も9日間で7試合、いつも同じスターティングメンバーで戦うのは難しいんだという話をしていました。まあ、特にこのセッターの山本選手、やはりこう合流して間もない中で、はい、どこまでこのコンビの精度を上げてきているかというところもちょっと見ていきたいですよね。まあ、本当に今までやっていたバレーボールとは速さの高さも全く違ったというふうに本人は話していました。その中で少しずつ普段監督の指示も仰ぎながら、マンツーマンでトスの強度、スピード、パワーを上げてきました。さあ、カナダが一歩前に出て、第3セットの序盤です。山本ライバル振って石川、ここはプッシュで押し込んでいきますが、ブロック、ここはしっかりかけた小川が拾って、そして宮浦、さあこのセットは宮浦のセットになるか。そうですね、しっかり準備してきている証拠ですよね。この直近のスパイク2本見ても非常に体重も乗ってますし、彼らしいスパイクですよね。ポーランドリーグでは常に強度の高いをプレーをし、世界の高さとパワーの中で揉まれてきました、この宮浦です。前に落としてきた、いいサーブになったぞ。そしてそのサーブを打った石川、拾って、そして宮浦、いいですね。ただ、まあ、その前の小川選手のトスですよね。この距離からアンダートスで、あそこまでしっかりボールが伸ばせるっていう、この辺りのこの変わった小川リベロの小川選手のスキルの高さですよね。ファーストリベロは山本が務めることが多いんですが、非常に仲のいいこの小川、二人でずっとバレーの話をしているそうです。ここは素晴らしいサーブ、石川、このコースはどうか、アウトです。ポイント日本、3連続ポイント。さあ、徐々にアウトサイドヒッターたちにプレッシャーを、福澤さん、これかけられてるんじゃないですか。そうですね、でまたこちらのこうトランジションずっとこう課題にしたトランジションというのがうまく回り始めているので、はい、そこさえつかめれば、こうプレーとプレーがしっかりつながってくれば、日本の強さというのはもう証明されているので、それはうまく出始めてますよね。ネーションズリーグで銅メダルを取った日本です。これをセッターにきれいに返った、これは高さがありました。反応しますよね、小川選手。そうですね、手には当てています。やはりこう山本選手はこう瞬発力のリベロだとすると、小川選手はこう読みのリベロなんですよね。相手のコースを読んで、そのコースにきちんと入るっていう、その観察眼にかけた選手でもあるので、よく見えてますよね。ネットインになる、その小川が拾って、これはセッターに綺麗に返って、高橋健太郎、もう一度作っていく、ここは宮浦、これは手が残っていました。ここは宮浦もフェイントで行ったんですが、それを返されてしまいました。今のもうまくリバウンドをもらったっていう中なので、まあ、そこのこうバタバタしてる中で、このカバーリングの誰が穴を埋めていくのかっていうところですね。ブロックカバーというのは、やはり日本の生命線のようなものなので、2メーターを超えた相手ブロックに対してブロックされるシーンは必ず増えてくるはずなんですよ、はい、だそれをポイントにしない、かつカバーをしっかり上げることによって、それが日本のチャンスになるんですよね、そういう意味でも非常にキーとなるプレーなので、シュワルツのサーブはネットインです。これはただセッターに綺麗に返っている、早い展開から高橋藍、これは帰ってきてチャンスボールだ、ミドル高橋健太郎を飛ばして高橋ランはブロックアウトです。ですね、これ山本選手のトスもアジア選手権で使
合流してすぐ試合をしてたそのプレーを見たんですけど、はい、その時はどちらかというと両サイドのトスが伸びてなかったんですよね。あ、そうですか。そこから1ヶ月余りでそのきちんと伸ばしてきているのでうまく修正してきているなという印象ですね。そのあたりは監督が突ききりで練習してきたトスです。ここはバックアタックが決まっています。ローキー、ただ日本1点リード。サイドアウトを続ける中でわずかなブレイクチャンス、そこをしっかりとものにしていきたい日本。まあ、あのサーブ小川、いやいや山本動かされて宮浦ブロックアウトを取りました。このセットは宮浦が止まりませんですね。今のもきちんとこうライン側までトスが伸びた中で宮浦選手がストレートに打てるところまでボールを運んでるんですよね。なのできちんと体重が乗った中で打てているというところで、ここのコンビネーションが合っているというのは日本にとっては好材料ですよね。アタッカーの選択肢が多いとそれが非常に、そしてサービスエースが出た。いや本当にこの選手はこう変わって入ってすぐ 100% パフォーマンスに持っていける、もうこれだけで本当すごいことなんですけど、左利き独特のこのボールの動き、自分の体よりも左に上げることを意識して打っているというこのサーブ、これもいいサーブになった。さあバックアタック、ここは惜しいシーンでした。いや、ただこの宮浦のサーブは世界でも十分に通用します。そうですね、やはりこの西田選手の後ろに宮浦選手が控えているっていう、これほど脅威なことないですよね。そうですよね。西田と同じポジションの宮浦、今大会は総力戦になる、誰が出てもパフォーマンスが変わらないことを示したいというふうに宮浦は話しています。このサーブアウトになりました。さあ日本2桁10点に乗せています。1セットずつを取り合って迎えたこの第3セット、サーブは高橋、フロントには石川祐希、前に落としてきた、サービスエース高橋にも出た。このショートサーブの精度の高さとそのあたりコントロール力っていうのはやっぱりチームの中で一番トップレベルのスキルを持っている選手なので、いい形でエース取りましたよね。宮浦のパワーサーブが続いた後高橋は手前に落としてきました。4点差がついてカナダのタイムアウトです。さあタイムアウトが明けます。2セット目の最後の方から日本が北澤さんサーブでしっかり攻められるようになってきました。そうですね、やはりもう変わって入った選手がこうやって活躍することによってさらに勢いがつくので、そういうところでも非常にスタートからいい入りしてますよね。さあ先ほどは手前に落としてサービスエースを取った高橋藍です。あ、これもいいコースだ。サービスエース今日日本は5本目。これもサーブとしては決して100キロを超えるようなサーブではないんですよね。ただ本当にその前に真ん中でショート打った後にこうライト側にショートサーブ巻きで打っていく、本当に空いてるコース針の穴を通すようなサーブっていうのを打ってますよね。さあ次はどうする。パワーサーブできた、これはセッターに返った、そしてバックアタック、これはワンタッチあります。まあ、引き出しが多いですね、サーブの。本当ですね。やはり決してこう120キロ打てるパワーがあるわけではないっていう中で自分の武器っていうのを見つけてきてますよね。3本打って3本とも違うサーブを見せてきました高橋藍。これをセッターに綺麗に返した、そして石川よく見
取りました。なんか本当にこの石川選手のフェイントって時が止まったような感じがするんですよね。そこだけ一瞬時が止まったような、それぐらいこうソフトなタッチで相手のタイミングをずらす、なかなかできないですよ、これ世界のトップレベルの選手を見ても。さあ小野寺のサーブです。これで対角高橋健太郎がフロントに上がってきています。さあブロックチャンスが来たぞ。ブロック効果あり、ワンタッチしっかりかけた山本は、これはブロック、ものすごいブロック、あブロックアウトですね。ブロックアウトですか。ポイント日本です。はい、やはりこのでかい相手に対してもトスがしっかりアンテナまで伸びていれば今みたいにブロックアウトに逃げていけるんですよね。一番ベストな選択肢はコート外で決めることなので、はい、今の決め方は非常にいいですよね。前に落としてくる、ミドルに拾わせてそこを潰した、ただその後ろから打たれてきました。サーブの狙いもかなり明確になってきた日本です。そうですね、ただ今も石川選手はブロックタッチ取ってますけど、 1セット目2セット目やった中でもう相手の傾向というのがもうデータで出始めているんですよね。はい、なので先ほどよりもなんかこうブロックとディフェンスの関係であってタッチが増えているなって思うのは、そういうベンチワークっていうところもうまく作用してるんですよね。なるほど、コートの中にいる6人だけではありません、全員で戦います。全員で取りに行くパリへの切符。ここも石川フェイント、後ろから来る難しいボールバーです。ここはリバウンドを取りに来る、逆サイドからストレート、ここはシュワルツいい角度でした。カナダも10点に乗せます。今日も総力戦最終調整、おのおのがベストな状態で土曜日を迎えるために3セット目日本4点リード14対10。ロッキーのサーブネットにかかります。さあ次は山本です。山本龍のサーブ、天井を一度しらりと見ました。いつもやっている体育館よりはかなり天井が高い代々木第一体育館。いいサーブだ、わずかにアウトです。いい狙いでした。そうですね、惜しいですね。だからこの山本選手も非常にいいサーブを持った選手ではあるので、まあ、この会場にもしっかり慣れた上で、あの自身の武器であるサーブっていうところもでもアピールしていってもらいたいですよね。石川のサーブレシーブ、そして自ら打っていきます。ここはワンタッチ取りました。サイドからの攻撃が決まるようになってきました。そうですね、うまくあの、まあ、トスがしっかり伸びているやつもありますし、まあ、スパイカーもきちんと今も石川選手を指先狙っているんですよね。おそらく手を引けばアウトなんじゃないかなっていうところで見えた中でそこ当てにいっているので冷静に決めてますよね。この石川のサーブはネットにかかります。さあ徐々にいい形が出てきた日本、4点のリードはまだ維持しています。シュワルツのサーブ、これは高橋藍、センターにきれいに返した。そして自ら打っていく、このパフォーマンス。今あのほとんどコートの真ん中でパスしてるんですよね。そこはレフトに走ってそれをクロスに打つので、非常にこのボディバランスに長けてないとできないプレーですよね。これが日本究極のオールラウンダー。そしてセットコートには大塚が入ってきました。石川に変えて大塚です。大塚と今トスを上げる山本龍は高校同じ高校出身、まあ、その2人が今話をしています。高橋健太郎のサーブ、これはミドル、A パスを返したカナダチームです。変わって入った大塚選手って非常に大事なアピールの場ではあるので、ね、彼は彼でまた他の選手と違った持ち味を持った選手でもあるので、はい、そういういろんなタイプの選手がいるっていうことが今の日本の強みでもあるので、やっぱりその自分の長所っていうのを存分に発揮していってほしいですよね。カナダもメンバーを変えてきます。
ここは2枚替え。サーブレシーブは高橋藍、大塚、そして小川の3枚。ここは高橋藍、ここはミドルで振ってきます。小野寺大志です。いや本当に崩れないですね、あの高橋藍選手のサーブレシーブというのは。今のも非常に際どいコースには来てるんですよね、はい、あれをこう涼しい顔して上げるあたりが素晴らしいですね。私もパスやってた人間なんで分かるんですけど、はい、そこまであの際どいところを A パスに返すそのスキルの高さというのは脱帽ですね。あ、そうですか。さあそして楽しみなサーバーがやってきました。すごいですね。吠えた宮浦、追うたびにスピードが上がっていっているような感じですよね。カナダたまらずタイムアウト、このセット使い切ります。このコントロールだから、はい、ボールが入ってくるそこからクロスってこのタイムアウト、日本チームは代わって入った大塚に対してブラン監督そして伊藤コーチから指示が飛んでいました。今日は練習でもブラン監督からライト側からの打ち方、そういう話もこの大塚に指示が出ていた選手でもあります。さあ宮浦、ここに来てサーブ、トスを高く上げること、そして自分の体よりも左側に上げること、そうすることで横への変化が大きくなるサーブを磨いてきました。これはネットにかかりますが、これもすごい音がしました。そうですね、普通はやっぱり会場が変わると感覚変わるものなんですけど、はい、でももう体に染み付いてるんでしょうね。本当に機械のようにトスを上げていつも同じタイミングで打てるっていう、これが宮浦選手の強みでもあるので、そこの練習での準備からこのコートの中のパフォーマンスにつながっているあたり、本当に普段から意識高くやっているんだろうなっていうのが今のパフォーマンス見ても感じ取れますよね。その宮浦はバックアタックに備えます。ホーグのサーブ、これは大塚、いやいや動かされて宮浦早い。いやこれ監督としても西田を使うのか宮浦を使うのか本当に迷うぐらいの、そうですね、やっぱり相手によって変えていくこともありますし、やっぱり何よりもこの山本選手のコンビが合ってるっていうのは、そうですね、やっぱり大会を前にして非常に好材料だと思いますね。さあ高橋藍後ろに下がって大塚がフロントに上がってきました。山本龍大塚、高校の同級生、高橋藍もパワースパイクを打っていきましたが、これはネットにかかりました。要するにもうここまで点差があると、もう少しでもこの会場で感覚のいいサーブを、速いサーブを打っていくということが本戦に好材料でつながっていくので、どんどん攻めてほしいですね、はい、金沢は20番キャラムのサーブ、これもネットにかかります。さあそしてここで30番甲斐雅人、今日2回目の投入、リリーフサーバー。今日9月25日が20歳の誕生日、この代々木体育館は初めてプレーします。あ、ファンの方をよくご存知です。ブラン監督は決断力があって新しい技術を素早く取り入れることができる、そう褒めたたえているこの甲斐雅人。今のプレーに関わった全選手がすごいですね。そうです、サーブを打った甲斐ワンハンドであそこまで完璧にレシーブする高橋藍選手もそうですし、やはり最後大塚選手らしい決め方でこうブロックアウト、本当にあの素晴らしい若い選手が躍動しますよね。
回は20歳セッターの山本、そして点を決めた大塚、この2人は同い年、今年23歳回のサーブが続きます。わずかにアウトでした。惜しいですね。本当にこう20点超えてから投入されるシーンというのは今シーズン本当に多いんですけど、はい、でこの一番緊張感のある切羽詰まった場面でも自分のサーブが打てるっていうこの強心臓ですよね。まだ20歳なので恐ろしいですよね。将来の日本を背負って立つ存在になるかもしれません甲斐優斗、今日が誕生日。これは前に落としてきた大塚、ライアサーブレシーブ崩されて、こうなると宮浦に託されます。この1本ですが、これはよくつないだカナダ、そして大塚ブロック。その前のボールが落ちてます ねコートに落ちたんじゃないかという日本側のアピールですが、はい、カナダの選手が落ちたっていう、はい、認めましたか、はいはい、これでポイントは日本になっています。宮浦選手少しトスが深かった中で、はい、あえて緩急をつけたんですね。そのあたりの冷静な判断力というのを持ってますよね宮浦選手。さあそして山本龍のサーブです。先ほどはサイドライン側でアウトになりました。これを入れていきます。これは山本龍が拾った。そして大塚ブロック2枚高いところ、タッチかけたのはカナダです。そしてミドル、ここもなんとかついていこうとする日本ですが吸い込んでしまいました。相手のミドルに対するブロックっていうのは1セット目から何か変わってきているんでしょうか。そうですね、まあ、この辺りやっぱりブロックを武器としている高橋健太郎選手からすると、まあ、悔しいところであると思いますよね。いや彼が入ることによってブロックの厚みっていうのは品質は上がってくるので、ええ、まあ、その彼の良さっていうのもどんどん見ていきたいですね。2シーズン連続で V リーグブロック賞に輝いた高橋健太郎です。その高橋、わあ、ここは止まらないですね。もうレフトからのスパイクですが、この強打、この左利きの選手っていうのはレフト打ちが苦手な選手が多いんですけど、はい、宮浦選手は本当に体をうまく使って打てる選手なんですよね。肩が柔らかい選手があるので非常に武器になりますよね。セットポイント日本7点のリードを持っています。大塚サーブで崩した。おお、これは高橋藍のディグ、そして伸ばしてきた。これはフォローできませんでした。ただその前の高橋藍のディグも素晴らしいディグでしたし、トスを上げた山本も精一杯。そうですね、まあ、このあたりこう2段トスを打ちに行った中で高いブロックに対してどこを打てば止められるのかっていうこの感覚を今味わえているというのがプラスですか。そうなんですか、はい、大塚のサーブレシーブやや乱されて高橋藍のスパイク決まっています。25点目、日本セットカウント2対1。さあ最終調整、カナダ相手に2セット日本が取っています。これより2セット獲得者がチームジャパン1セットカナダ第4セットがスタートします。バチバチの素晴らしい試合です。皆さんチームカナダ、チームニュージー、日本両チームに拍手。さあ皆さん、今この試合に足りないものは楽器です。楽器が足りません。なので皆さんの心のギターを出してエアーギターにしても盛り上げてください。さ
まだまだ行け。カウント2対1、日本が勝利に王手をかけて迎える第4セット。このセットスターター起用の甲斐のサーブから始まってファーストポイント日本です。福田さん、2セット目の後半、そして3セット目、非常に日本いい形に来ていると思います。そうですね、でまたこのセットから甲斐選手が入ったりとか、まあ、一気にコートの中は若返っているので、彼らのパフォーマンスにも注目したいですね。ミドルブロッカーはエバデダンダリーが入っています。これもいいサーブになった。完全に崩している。ブロックチャンス、ブロック、欲しいブロックポイント、ここで出ました。いいですね、序盤でしっかりと相手のオポジション選手を止めきれるっていうのは非常にいいですよね。甲斐のサーブが続きます。宮浦選手といい、甲斐選手といい、この変わってすぐこのベストなサーブが打てるっていう、こうどういう練習をしてきてるんですかね。本当に素晴らしいですよね。まだ大学生、今日20歳になったばっかり。ベンチもこの盛り上がり。3連続ポイント日本。初めてのブロックポイント、変わって入ってすぐ結果を出すっていう、まあ、このあたりも本当にいいアピールになってますよね。セッター山本、そして先ほどのセットから入っている大塚、このエバデダンは同学年、身長こそ高くないんですけど手が長いんですよね。その手の長さを生かしたいいブロックでしたね。この回のサーブアウトになります。いや、ただ世界にも十分通用するというのを見せてくれたこの20歳、甲斐優斗です。日本このサーブはアウトです。さあエバデダンのサーブになります。エバデダンも大学3年生の時に V リーグパナソニックパンサーズのメンバーになりました。早くから日本のトップでプレーすることができて非常に自信になっているというふうに話していました。ここは高橋健太郎のブロックは吸い込んでいます。エバデダンを見てますから高橋健太郎も早くブロックポイント欲しいでしょうね。そうですね。あ、ここが大塚でしたか。小川のサーブレシーブ、いいところに返した。そして宮浦はこのセットも止まらない。今
今のも少しボール自体は浮いてるんですけどね、最後の最後まで我慢した中できちんとこう長いコースに打っていってますよね。空中での修正能力、昨シーズンはポーランドで今シーズンはフランスのリーグでプレーすることが決まっています。山本のサーブ、これはセッターに綺麗に返った。ブロックを1枚に剥がされました日本です。ここは1枚大塚だけでした。まだ日本3ポイントリード。このサーブが来る、甲斐のサーブレシーブ、やや崩されて難しいところ奥を狙ってきます。よく上げた、よく上げた、上げたのは山本龍。そして大塚リバウンドを取る。山本もう一度大塚に行く、ブロックをうまく取りました。本当に、まあ、これぞ大塚選手という感じのこう冷静なこのテニスの取り方ですよね。リバウンドをしっかり取った中で最後も打つだけじゃなくて今みたいにプッシュでブロック方も取っていける。しかもおそらく空中でもう一度上げようかどうか迷いながら、そうですね、それをスルーするという大塚らしいポイントでした。その大塚後ろに下がってサーブです。崩した崩した、これは返ってくるだけ、おっとネットの押し合い、これで海がフロントに上がってきている日本です。繋いだ、よく繋いだ、でリバウンドを取る。さあ形の誕生日、海の今日ファーストスパイク、これを繋がって宮浦、宮浦今日10点目、その前山本龍のこの繋ぎ、やはりこの変わって入った選手もこう無理せずリバウンドを状況判断をして取りに行くことができる、そのチームとしてのコンセプトっていうのは本当に徹底されてますよね。誰が出ても強い、それが日本の強さ。大塚のサーブが続きます。これも完全に崩した、ダイレクトで返ってきた。山本は甲斐が待っているぞ、宮浦でいく、このアタッカー陣が止まりません。もう驚異的な数字の決定率を多分叩き出してるんじゃないですかね、この宮浦選手。ここでカナダタイムアウト要求、点差は6点に開いています。ハイボールもこっちが出てます。このタイムアウトも6点リードしている日本、ブラン監督からはかなり具体的な指示が出ていました。そうですね、またこの甲斐選手が今フロントにいるんですけど、はい、やっぱりこう長年日本が求めてたこの長身のアウトサイドヒッターというところでやっぱり最後のワンピースになる選手なんですよね。だから彼が1人いることでオポジットの前に 2m を超えた選手を当てることができるんですよ。このブロック力の強化というところでも彼のブロックにも注目したいですね。身長は 2m、スパイクの最高到達点は3m52という回です。回のフロントが3回続きます。シュワルツのサーブ、これはいいレシーブだ。そして回のスパイク、つないだ、今日ファーストポイント、スパイクではファーストポイントです。回ないですね、まあ、その前の大塚選手のサーブレシーブですよね、はい、あの先ほど高橋藍選手すごいなって思いましたけど、ここにもいましたね。そうですね。いいパスでした本当に。それを得点につなげました。
わ、もう貝は胸ぐらいまで出ています。そうですね。でまた彼のいいところは高さ任せに打つんじゃなくて、きちんとブロックが来た中で長く打てるところなんですよね。奥に狙えるんですね、はい、なので今みたいなブロックアウトにつながっていると思います。高橋健太郎のサーブです。これも崩されている。ワンハンドブロック、ミヤロの手が残っていました。ここは速い攻撃、悔しがった大塚です。まだ楽しみな会話フロント。これは大塚のサーブレシーブから高い。あ、高いですね。高い、さらに速い。カナダの上からですよ今のは。いやー、これは日本にとっては重要なワンピース。上からですね。もうこのカナダの上から打てる選手というのは日本に出てきたかっていう。すごいですね、はい、素晴らしいですね。さあそしてこのジャンプサーブ、これも崩している。ここはブロックを嫌がりました。カナダシュワルツです。完璧な試合運びをしますよね。サーブで攻めてブロックでプレッシャーをかけ続ける日本。日本に加わった新たな高さという一つの武器。これは吸い込んでしまいました。リバネダンとタイのブロック。そうですね、ここですよね。やっぱ今言ったように完全に崩した状態の中で余裕はあるはずなんですよ、はい、余裕はあるはずなんですけど、今ネットからこう距離があって吸い込んでしまったっていう、ここの爪をどうやっていくかっていうところが日本にとっては一番大事なポイントであるので、そこはどん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 こうクオリティというのを上げていきたいところですよね。まだまだ未来しかありません。この回大塚のサーブレシーブやや崩されてダイレクトで押し込んできました。ここは落ち着いていました。カナダのキャプテン31歳のホーグです。今サーブゲームになってきてはいるので、やっぱ1本2本というのは必ずエースが出てくるんですよね、はい、大事なのはその後のこのサーブレシーブをどうしていくかということになるので、この1本ですよね。2本目、これはネットにかけました。さあそして下位フロントでのプレーが終わってバックローテーションに下がります。先ほどはこの下位のサーブの連続得点からこのセットはスタートしました。軽い助走からこのパワーサーブがきます。バックアタック、これはアウトです。あのバックライト、シュワルツがこれかなりブロック嫌がってるんですかね。さっきから奥にアウトが多いですが、そうですね、やはりこうセットの序盤にやはり彼を止めたっていうのがじわじわ効いてきてるんですよね。そういう意味では序盤にこうブロック出していくっていうのは相手に大きなプレッシャーになっていくので、また下位のサーブが続きます。これもネットイン、これも崩している。よく上げましたが、その後大塚のディグすごい音がしました、やっぱりこの準備の速さですよね。今フロントの選手なんですけど、やっぱりここまでアタックルームに下がるこの準備の次の速さ、このあたりが今のディフェンス上がるところまでつながってはいるので、これは日本の選手全員がこうできる一つの大きな強みですよね。チーム力、組織力で戦う日本ね。いいですね。今彼の一つの武器というのはこのサイドアウト能力の高さなんですよね。あのスイングが非常に速い選手なので、相手のブロックが来る前に打ち切ることができる、いいアピールをしてますね今日。そのエバウデダンのサーブです。ここもしっかり打っていきました。ここはブラン監督がエバデダンに話をしに行きます。非常に選手とのコミュニケーションも多く取るフィリップ・ブラン監督です。このサーブはアウトになります。さあ日本勝利が近づいてきています。16対9、このままいけば最高の形で土曜日予選の初日を迎えられます。これは出ましたね。ここで出ました。日
も若い選手それぞれがサービスエースを取ることができる、やっぱりこの辺りもこうチームコンセプトとしてサーブをどれだけ大事に練習をしてきたかというところですよね。今度は奥入れていって山本のサーブです。早い展開からこれは台の前でした。今のサーブレシーブ返って、まあ、日本とするともうしょうがないという高さですね。そうですね、まあ、ちょっとこうブロックポジションの位置っていうのはもう少しこうストレート側でも良かったのかなっていうところではあると思うんですけど、その辺りも微修正ですよね。小川のサーブレシーブしっかり返って大塚のスパイクです。ここは連続得点です。カナダブレイクポイント、まあ、この辺りこう2本同じところ打たれているので、まあ、これはだからブロックでしっかりと抑えに行くのか、まあ、上から来るものに対してディフェンスフォーメーションをもう少し前に上げるのか、この辺りも試合の中でコミュニケーションしていくしかないので、はい、その辺りはコートの中でこうしていこうと話し合うわけですね。早めに対応していきたいですね。カナダのサーブレシーブしっかり返した。そしてミドル高橋健太郎、今日スパイク1本目。いいですね、Cクイックですね。山本選手がこう前に走らされてしまったので、多分おそらくサインは A クイックだと思うんですけど、瞬時にこう C クイックに変えてるんですよね。後ろのクイックに変えてるので、その辺りコミュニケーションよく取れてますね。大塚前に落としてくる。ネットでしょうか。そうですね、ただまあいいディフェンスしましたね今小川選手。プレーが続いていれば上がっていたボールでした。さあ日本は甲斐がフロントに上がってきています。この今入っている決して控え選手ではないんですよね、はい、もう全員が主力級のパフォーマンスを持った選手たちばかりなので、本当にこう層の厚さを伺いますよね。この両チームで6対6とかの練習やってるわけですからね。そうですね。日本はパリオリンピックでオリンピック52年ぶりのメダルを目指しています。さあそして日本今日15人目の選手富田翔馬がコートに入ります。サーブそしてレシーブが大きな武器です。去年のネーションズリーグで初めて世界を経験しました。レシーブは通用する、そう感じたそうです。この富田これはいいサーブになってダイレクト、最後は海が両手で押し込んでいきます。これで日本20点目ですね。変わったやつ富田選手が入ってすぐ相手のサーブ崩しましたよね。これも決しても速いサーブではなかったんですけど、はい、この13番の選手彼がパスがあまり良くないというところで、きちんとコースターゲットが狙えてるんですよね。現在ベンチには15人、土曜日には1人落ちます。ここでサービスエースだ。3連続ポイント日本。もう本当にもうサーブのアピール合戦ですね。そうですね素晴らしいです。カナダこのセットタイムアウト使い切りました。日本21点に乗せています。ボスの軌道を見て短かったです。A pass, he plays some quick. B pass.今日は出た選手全員が活躍しています。最後15人目に出てきた富田翔馬、第4セット終盤でサービスエース。1本目でしかもしっかり崩してブレイクポイントを取った後のサービスエースです。これも前に来た。これもや崩したワンハンドのトスアップ。よく上げた、上げたのは山本龍。素晴らしい。日本完璧だ。でも完全にこの勢い流れを掴んでますね。やることが全てハマっています日本。10点の差がつきました。
これはセッターに綺麗に返った。こうなるとバックアタック、これはアウトになりました。これもポイント日本です。5連続ポイント日本。このサーブから入った富田のサーブが続きます。今度はこう狙ってきてサービスエースになりました。日本サービスエース、これで10本目。さあマッチポイント、パリオリンピック予選へ最高の形に持っていきそうだ。本番の会場、本番と同じ数のお客さんの前で15人が活躍した今日のゲーム、本戦を戦うのは14人。ただ誰が出ても世界と戦える、それを証明してくれた今日のゲームでした。日本コールの中、これはサーブがアウトになります。第4セットは25対13、10点以上の大差をつけてこのセットを取りました。セットカウント3対1、日本最終調整カナダ戦で快勝です。いや第1セットコースを落としました。第2セットデュースになって、最後デュースのポイントは西田のサーブから連続得点を生み出しましたけれども、あのあたりがこう流れが徐々に日本に来ましたね。そうですね、やはり1セット目非常に苦しい、相手の高いブロックに苦しむ中で、なかなかこうワンプレーワンプレーいいプレーはたくさん出てたんですけど、はい、やはりそれがこう点と点がつながってこなかったっていう。ただまあバレーボール流れのスポーツなんで、そういう我慢の時間って絶対来るんですよね。あ、なるほど。ただその我慢の時間を我慢で終わらせずに、2セット目のように誰かが仕掛けて突破口を築いていかないといけないんですけど、それを今日ゲーム中にしっかりできたっていうところ、それが3セット目4セット目のこう日本の展開に持っていく一つのきっかけにはなったので、それをこのただパーフェクトゲームじゃなくて、この前哨戦になるこの試合でそれをチームとして体現できたっていうことは、非常にいい調整になったんじゃないかなと思いますね。相手に言っていた流れを自分たちのプレーで持ってきたという試合になりましたね。そうですね、まあ、本戦はこれによりプレッシャーがかかってくるので、はい、やっぱりこう目に見えない焦りみたいなのが多分出てくると思うんですよね、はい、その時にその焦りに流されるわけじゃなくて、いかにそういう時ほど自分たちがやるべきことは何なのかっていう、一度立ち止まってやるべきことをしっかりやる、その役割分担というのができれば、これだけいい選手が揃ってますから、誰かが必ず何かを成し遂げてくれる、まあ、そういうチームですよね。本当に役者は揃っている、それを痛感する今日のゲームでした。さあそしてカナダチームにも会場から大きな拍手が送られます。カナダは中国に渡って、いや、いきなりオランダ、アルゼンチン、ポーランドとの3連戦ですからね。そうですね、ただ今日のパフォーマンスを見ても1セット目2セット目本当にこうブロックとディフェンスもそうですし、あのマー選手中心とした高さのある攻撃、非常にいいパフォーマンスを見せてくれてたので、はい、まあ、彼らにも、最終戦頑張ってもらいたいですよね。さあそれではインタビューの準備ができたようです。黒瀬アナウンサーです。それではお待たせいたしました、日本代表選手インタビューです。まずは西田有志選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。オリンピック予選に向けて